だよ。私が出ちゃった。やったー。え、かわいい。かわいいじゃん。なんかヒカルくんっぽい。え、なんか、なんの絵だろう。ヒカルくんっぽい。やったー。じゃあ、大輝を出すだけだね。でも、また大輝だ。これ、ヒカル、ヒカル贈答式。でー。簡単にできた。かわいい。かわいい。イエーイ。平成ジャンプにするか。変えよう。いいよ。イエーイ。いいじゃん。じゃん。上陸。いいじゃん、上陸。イエーイ。いいじゃん。うん、うん、うん、ね、おいしいね。でーこれ、なんで言うの？これどう？かわいい、かわいいよね。めっちゃかわいい。好きになったの？かわいい。これ漏れてない？うん、めっちゃ漏れてる。かわいい。こっちが、あ、かわいい。え、これがひたすらかわいい。そう、なんかめっちゃ迷った。でもこれは可愛いなと思って、うん、めっちゃ可愛い。生で見たら私これ普通に買ってたわ。よかった。じゃああげるね。え、ありがとう。超可愛い。やった。イエス。種類入ると味噌汁ついて回転する。やばい。見て、ほんとだ。すごくない？綺麗だよ。あ、海だ。綺麗。よかった、晴れてる。本当だ。晴れてきた。そうや。見つける旅でしょ。はい、え、可愛いじゃん。可愛い。なんか毛がついて。毛が。美味しそう。いただきます。いただきます。でか、すごい。イエーイ。すごいね。だってピータより大きい。これに、これ2個分ぐらい。2個分。いただこう。いただきます。いただきます。光がいい感じじゃない？うん、いい感じ。え、今日の夜やる？今日の夜やる。これがいい。え、じゃあお風呂の中で叫んでね。先に入る前にやるから。あ、オッケーオッケー。叫んでね。叫んで、あの反応見つかる。叫んで。やだ、一緒にやるから大丈夫。よろいさんが出ます。よろいなの？じゃあ、違うよ。よし。もじもじ反射。いけまーす。レンジ大ちゃん。あ、本当だ。狙うはチーカワ。そう、チーカワ。よし。オッケー、オッケー。うん、浮く？
くりまんじゅうが一番嫌だって言ってた。かわいそう。さっちゃんにあげよう。さっちゃん好きなの。そうだよ。あげよう。乾杯。あ、ちこっ。まあ、いっか。しん、あ、私冷たい。すいません。じゃあ私こっち。あー。イエーイ。むくみ。乾杯。乾杯。イエーイ。ゆっぴ。ゆっぴ。会えた。かわいい。イエーイ。いいよね。初めて見た。入ってくんの？あ、ごめん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 。イエーイ。入ってくんなっていう。動画に収まってますので。ちょっと近かった。いいよねこれ。いいね。でもこんな濃い。最近ひかるくんどうだよ。めっちゃひかれてる。あ、来た。君と世界。あんまファンだよね。いいやつ当たった。どこまでも。この大ちゃん好きだから。はい。どこまでも。あのハートは札幌ドームのハートだから。これちょっとしょぼすぎない。上陸です。上陸初だね。上陸大陸。すごい雪まだ。本当だよ、うん、あ、裏が可愛いんだよ。あ、大ちゃん普通のやつだ。そうなんで大ちゃんなんで普通なんだろう、ね、こっちがそう、こっちが似てる。え、本当だね。びっくりした。似てる。大丈夫。うん、やった。艶がすごいわ。強がすごい。強がすごい。あ、ごめん。いいよ、大丈夫。こんない。やるよー。何だ、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 いつもハゲてるみたいに。めっちゃ最高だった。だからみんな可愛かったよ。みんな可愛い。チームが可愛かった。だからそればっかり。ときめくあなたもよかったし、あのリトルジャンプ歌ってくれると思わなかったし、ね、なんかうちら一曲ごとにさ、ね、変わって。これこれこれも。じゃあ払うとこだけになっちゃった。麺なんだ寿司。なんかそれ当てながらいいじゃん、いいじゃん。いただきます。かわいい。美味しい。私味噌ラーメン最近好きになった。一番好きとか言ってなかったっけ。うん、そう、醤油だったけど味噌がいい。顔がいいね。顔いいね。うん。よかったね、でも。しぼしぼラーメンか、コンサートか。ヒカルくんのファン作家はどれだ。お互いの時短の道が良くて良かったね。初めてこの会話。でもなんか相違的にそれじゃない。うん、うん、あ、いいよいいよいいよって言っちゃったよ。うん、うん、大正解だった。何回でも言うけど前髪のサラスト、うんうん、サラスト前髪サラストいらないとちょっと何もサラストいらない前髪。それがサラストじゃない前髪。今日あんまり崩れてなかった。大ちゃんだから短いから。あ、そっか。そう、あと多分いつも後半やばいもんね。曲げてるもん。そうそう、うん、ないもん、うん、ないもんないことが多いもん、うん、確かに。よかった。
かな。全部良かった、うん、フラップが好きな人はもうダメだよ、うん、だってフラップのお姉ちゃんがじゃん。そうそう、うん、だからだってフラップ磨いちゃったよね、うん、フラップ5大ドームってことでしょ。そうだよね。そうじゃん、間違いない。良かったね。オーラス札幌ってことか。明るく見て天使かなって思うやつ。食い気味の。やっぱりさ、なんだっけ。髪は明るい方がいいです。うん、いや基本的にいけないんだよな。もう一回金髪やってくれないかな。どうじゃん。大ちゃんは黒が一番似合う人だよね。結局黒が一番似合う人なんですよ。そうそう、イケメンってこと。うん、そう。やった。もう今の信じるわ。うん、でもやっぱユウトとかじゃない？でもやっぱってどういうこと？なんで否定しが入ったの？でもさ、キメン君はさ、茶髪なんて好きなんだよ。わかる？スプラウト、うん、そう。あれでチメンのビアコタン生まれたもん、絶対に。だから好きだったもん、でもチメンは黒が可愛い、うん、黒でも可愛い。あ、そうそう、うん、なんでも可愛い。茶色だとかっこよくなっちゃう。あ、そう、困っちゃう。黒だと可愛いからいい。そう、え、グレー可愛くない？あ、可愛い。グレーも可愛いよね。青も可愛いんだ。なんか茶髪になると急にかっこよくなっちゃう。なんか、わかる。かっこいいからダメって。ちょっと焦っちゃう。でもヒカルくんさ、ヘッドホンめっちゃ似合うじゃん。似合う。あれめっちゃ似合うよ、ね、ほんとに。で、余計可愛いんだよ。ヘッドホンつけても負けてないよね、顔がまだ。うん、うん。うん、うん。なんか、そうなんだ。インスタやってるんだって、うん、だからそこで働くんじゃない？怖いよね。あ、やばっ、やってる、そのまんまいね。もうちょっとでホテルだからね。パンチの効いた苦味はロブスタ種コーヒーの積み荷を連想させないの。え、飲んでみて。絶対に嫌だ。え、ちょっとだけ。死んじゃう。その日お腹壊してもいいの？その日ってか今日だけ。いいよ、あの一口だけ。いいよって言う。おいしい。やばいこれ。大ちゃんだよ、大ちゃんだよ。めっちゃ海鮮だ ね、めっちゃ海鮮。あ、キノコ美味しそう。あ、いいね、お腹に優しいよ。大気の大だった。大気召喚。朝ごはん、これ朝ごはん、朝ごはんね。美味しい。いただきます。いけないよって話。いただきます。日近くて、すごいね、ほらって言うな。すごい可愛いよね。でもね、あ、なんかディズニーっぽい。あ、可愛い。多くない？大量。あ、うん、みんな隠れ風船もらってんだ。君らしく輝けば明日はそこにあるから。反射するで気をつけて。食べさせてるみたいな。バルコニー席。バルコニー。
何が？たくきがかわいそうだ。かわいいね。かわいいね。OK、バイバイ。楽しかったよ。バイバイ。嬉しい。ありがとう。やったー。イエーイ。ありがとうございます。荷物やばい。パンパン。